音来てる？音と映像来てます？皆さん。なんだこれ。音と映像来てる？大丈夫？音と映像。音来てる？映像は？映像来てる？風船ありがとう。動いた。問題ない。どうも、こんばんは。2019年1月の29日、1時52分です。よろしくお願いします。なんかね、バグってたっぽいね。大丈夫？ありがとう。お疲れ。仕事終わったよ。疲れたわ。お疲れ。酔っ払ってます。お酒飲んでるんで、珍しく。お酒飲んでるんで酔っ払ってまーす。セフィア、お疲れ。お前も気違いだよなー。なんか話してみると、セフィ気違いだなーと思う。この前、電突したんだけど。あんまり自覚がない気違いだよね。自分が気違いだと思ってない気違いだから、たちが悪い。自分がまともだと思ってる気違いほど怖いもんないかんね。俺だって自分が気違いだっていう自信、自覚あるもん。俺は自分が気違いだっていう自覚がある気違いだから。なんかね、レモンサワーじゃなくてハイボール飲んだんだけど、ビール一杯飲んで。ハイボール3杯ぐらい飲んだかな。リアルゴールドで割るハイボールだったけど、美味しかったね。4杯ぐらいかな。北郷さんと飲んでた。北郷さんとプロデューサーさんと飲んでた。あー、渋谷のワンコさん、ご無沙汰です。ワンさん、こんばんは。忙しいので陰ながら応援してる。あー、ありがとうね。花火ありがとう。渋谷のまんこさん、ありがとうございます。あざっす。や、楽しかったよ。ほんでいこうや。ありがとう。あれか、マジックポイント全部消えちゃったんだ。お茶もコンティニューコインも消えちゃったんだね。まあ、無料アイテムでいいんで、コンティニューコイン50個ぐらいストックしたいですね。あとは、コンティニューコイン50個ストックしたら、あとはお茶爆でいいや。無料分。あ、レベルアップした？ありがとうございます。レベルいくつだろう、今。ありがとうございます。ありがとうございます。レベル何になったんだ？ 29 になったのかな？ 30 かな？ふわっちレベル上げるの大変なんだよね。閲覧がないとレベル上がんないから。金ガスメあざつ。たくみさん、お疲れ。星はね、レベル上がると消える。ニンニン、ありがとうね。プレゼントたくさんありがとうね。
みーすけにもすげえなんかたくさんプレゼントもらったよ。みんなありがとう、プレゼント。ああ、ありがとう。花火もありがとう。2発目ありがとうね。渋谷のワンクさん頑張るね、活動ありがとうございます。ありがたく助かります。本当に最近本当苦しいんで生活費にさせてください。ありがとうございます。活動頑張ります。もう全然食えないよ。ふわっち始めて最悪かもしんない。1月でね、だいぶ3日間お年玉もらったから今月大丈夫かなとか思ったんだけどね。なんか和道リスナーも全員ちょっと生活が苦しいのかもしんないね。生活保護にだけは戻りたくねえな。生ポニーへ戻らなきゃなんでもいいや。ホームレスでもなんでも。いや、めちゃくちゃ嬉しいよ。ありがとう。ありがとうね、ニンニ。気持ちが嬉しいじゃん。気持ちが。こう、配信者をさ、支援しようっていうさ、応援してる人を支援しようっていう。コンティニューコイン、ありがとう。うわー、ありがとう、ゆうこちゃん。今日何、みんな給料日かな。ゆうこちゃん、花火ありがとう。ドンチキー、ありがとうございます。ありがとう、助かります。ワンさん、いつ見てもガメついてこなくて見やすい放送。俺ね、今年のテーマなんだよね、初心に帰ろうっていう。もうがっつり2年半小突きさせてもらったから、もう金のこと考えないで配信を純粋に楽しみたいっていうさ。家賃月末だからもうすぐ払うよ。まだ払ってないけど、これから支払いだね。また金が右から左に流れてくだけだよな。まあでもね、生きてるだけで丸儲けだからね。この生活ができてること自体が奇跡だから、なんかあんまりこう、なんつうの、勘違いしないようにと思ってるけど、うん、いよいよね、もう終わりかな。うん、ちょっと厳しいね。うん、まあトレンドから完全に外れてオワコン化してるから、まあまあここの放送が好きな人がいいたまり場になればいいかなとは思ってるけど、いいたまり場にね。なんで俺の家賃払ってくれるぐらいのさ、太いスポンサーが欲しいよ、ほんと。なんで家賃とかバカくせえからよ。俺不動産持ってるからよ。俺の家にタダで住めよっていう景気のいいさ、景気のいい人いないのかな、景気のいい人。ビル・ゲイツいないかな、俺のリスナーに。ビル・ゲイツさんいたら、家提供して、家買って。家家小突きしよう。チャラルさん、ありがとう。そもそも家賃は詐欺みたいなもん。詐欺師っていうか、詐欺っていうか、本当はおかしいんだよね、その、なんつうの、家賃とかって。なんで地球に住んでるのに金払わねえといけねえんだよな。おかしいよな。まあこの国はね、不動産でね、バブルを起こした国だからね、不動産振興が強いんだよ。土地は値崩れしないとみんなが思い込んでるから値が下がらない。でもこれから土地もダメになるよ、マンションとかも。なんでかって言ったらさ、人口が減ってくんだもん。
土地は腐るほど余ってんの。30万棟だっけな、家がもうガラ空きなの。30万棟空き家が出てる状態。これからどん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 加速していくから、もう値崩れ値崩れですよ。人口減っていくから。だから今不動産買うやつなんかバカだよな。まあ東京都内とか都心部だったらまだわかんないけど、値上がりするところもごく一部だろうけど、不動産で儲かるっていうふうに考えてる人はちょっとおかしい人だよね。そう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 、弱者からピンハネ、まあまあ間違いないでしょ。弱い者いじめだよ。おお、チャラルさん風船ありがとう、ありがとうチャラルさん。うわ、ワンコさん無理しないでね、無理しないでよワンコさん。ありがとう、3発目ありがとうございます。ワンコさんから3発目、今日景気いいな、ありがとうございます。超助かります、もう超助かります。ワンコさんほんとやばいから。何、なんで今日こんなにみんな景気いいの、すげえ助かるんだけど。あざーす、あざーす。うん、まあネットもね、もともとね金稼ぐ場所ではないからね、ここはね、みんなの居場所だからさ。俺も喋りたいことがあって喋ってるわけだから、金稼ぎに来たわけじゃない。食いたいとは思ってたんだよ、もともとここで飯が食えるようになったらいいなとは思ってたし、夢だったけど、実際ね別に叶ってみたらね幸せになれてないから、もうなんかむしろね金稼げないでやってた頃の方がリスナーさんとねいいコミュニケーション取れてたような気がするからね、初心に帰ろうと思ってんだよね。とにかく ありがたく受け取るけど、いただいたものはもうくれっていう気持ちがないね、くれっていう気にならない。みんなにはみんなの生活があるしさ、みんなも一生懸命働いてるお金だから、金銭感覚狂ってんだよ俺なんか。特にね100万200万稼いでる人とか見ても毎日パチンコ行ってるだけだしね、なんか服とかが綺麗になっただけで内容変わってないから、俺は自分磨こうと思って、うん、スキルを手に入れてコツコツやってこうって感じだよ。みんな不景気だからさ、まあねごく一部でビットコインとか株 FX とかさ、能力の高い人はさ今稼げる時代かもしんないけど、庶民が厳しいよな。一生懸命汗水垂らして働いてる人がこう厳しくなってるよな、真面目な人が。いやいやいや、もう思考がねダメだよ、もう欲の塊だから、なるべくなるべくもう本当にね向き合ってるよ毎日、どうやって生きてこうかなって、生きてくっていうことにずっと。おお、茶ちゃん何ずいぶん夜遅くに起きてるじゃん、お茶バカありがとうね。トトロさんとうまくいってる？仲良くね、末永くね。頑張ってください。カップルは仲いい方がいいよ。うまくいってる？よかった、うん、ね、あの彼氏と彼女、夫と妻、仲いい方がいいよ、家族が。小さい子供もいるし、うん、家族が笑って過ごせるほど幸せなことはないよね、うん、いいよな、子供がいて子宝があってね。羨ましい。うん、そうそうそう、笑顔でニコニコして寝るところがあって、ご飯が美味しくて、いっぱい遊んでいっぱい勉強していっぱい仕事してんのが一番幸せなんだよ、まあ、幸せってそういうもんだと思うよ、幸せはそういうもんだと思う。
まあ人間ね、生きてたら浮き沈みあるから、いい時もあれば悪い時もあるんだよ。疲れたな今日は。ここ最近バッタバタだったかんな。毎日がね忙しかったら本当はいいんだけどね。企業案件とかで食ってくのが一番綺麗なんだけどな。なんかね、最近ね、企業案件が増えてるんですよ。企業案件が。直近でね、パッパパッパできるもんではないけど、ゆっくり積み重ねていって、なんか、企業さんといい感じにタイアップできていけたら、コラボできていけたらいいなぁと思ってるけど。一個ね、実績作ったらね、おー、アウトレジさんお疲れっす。今日見た？ YouTube。アウトレイジさん殿が出てましたよ YouTube。 もうネットニュースで話題になってるけど、ありがとねワンコさん、本当に助かります。ありがとうございます、感謝します。お疲れ様です。ゆっくり休んでください。たくさんありがとう。エンコードが高負荷ですって出るな。なんだろう。なんか映像おかしい？今日。配信。なんかおかしいですか？なんか映像変だな、今日。映像おかしい？固まる？なんか変だな。アドンさん行きましたよ。行った行った。現場にいましたよ。うん。すごかったね。能告知で閲覧900行ってたね。YouTube で。うん。時々固まる映像。マジで。何なんだろう。今は大丈夫かな？安定してるかな？固まるんだ。もちろんっていうのがいいね。羨ましいな。でもね、生放送だからね、テレビで見た方が、むしろテレビとかスマホで見た方が綺麗なぐらいだよ。舞台で見るより。俺両方とも見てたけど、生で見てて、あの生で現場にいて、で YouTube ライブも見てたけど、 YouTube ライブの方が逆に見やすいぐらいだったから、ネットってすげえなと思ったよ。うん。ねえ、たけしさんが YouTube ライブに出る時代だもんね。ヤフーニュースのトップになってたよ。うん。あの子売れるかもしんないよね。今日グランプリ取った子ね。うん。リアトツはイベントとか、リアトツのね、まあたまにやってるかな。オフ会とか全然やってないね。うん、リスナーさんと交流図ってないね。うん。なんかね、なんて言えばいいんだろう。リスナーさんとこう会うのがあんまりいいことが起こらない気がして、うん、いやーありがとうございますアウトレイジさん本当に。でもね、あのたけしさん間近では見れなかったんだよね。北郷さんと飲んでた。酔っ払ってんだよ今。北郷さんとさっきまで一緒にいて、あの勉強させてもらって、はい、うん、やっぱ時代だねーなんて、うん。いや神回だよね。工藤官九郎いて、高田文雄先生いてね、え、オールナイトニッポン聞いてた人からすると結構熱い舞台だったよね。でたけしさんね、え、あれはファン感動じゃないの。ね、ネットの生放送流行ると思うよ。今後流行ると思う。こんばんは。なんだか久々に来た気がします。仕事お疲れ様です。ああそうなんだよ、最近ね全然ね配信ができてなくて、うん、仕事仕事ですよ。最近はもう
ね、配信で稼げなくなったからお仕事をいただいてそれをやってることが多いかな。だいぶエンコードか高負荷ですって出るな。なんか重たそうだね。なんか今日映像止まるでしょやったら。なんでこんな重たいんだろう。なんか特に設定いじってないのにな。なんかおかしいね。どこだろう。原因はどこだ。サーバー3。ビットレート500。キーフレーム2。なんか設定がおかしそうな気がするな。出力。音声ビットレート128。ああ、いや、勉強になるよ、やっぱり。重たいよね、今日ね。なんか、プツプツするよね。ちょっとおかしいね、パソコンが。多分ね、なんかネットが重いんだよ、今日。何かしらで。ネットが重たいんだと思う。後で調整するわ、ちょっと。ワドさんが竹志軍団の方と仕事なんて俺もなんか嬉しい。ああまあね、それも時代だろうな。うん、時代なんだと思う俺も。お茶ありがとう。サンキュー。お茶ありがとう。ネット重たい。あのね、映像を撮りたいね。映像最近やってないから、明日あたりなんか映像撮り行こうかな。がっつり写真じゃなくて映像、最近だんだんカメラのことがよく分かってきたから映像撮り行きたいな。1個あげる。ありがとう花子さん、ありがとう。なんで今日こんな重たいんだろう。今日ふわっち人多いな。でもね、やっぱね、たけしさんが、もし仮になんだけど、ありがとう、ゆうこちゃん、バカありがとう。仮になんだけど、たけしさんが配信者だったら天下取ってたね。うん。あのね、それは思う。今の若い子たちが、配信者が逆にネットっていう文化がなかったら芸人やってただろうし。時代なんだよ、これが。映ってほしかった。いやいや、うん、まあ自分の仕事ね、自分の役割、目立っちゃいいってもんじゃないから、自分が求められたことをコツコツとやることが俺は必要なことだと思ってて、もちろんね、あの応援してくれてる人からしたらね、あの映ってほしいっていうのもあるけど、あのやっぱりさ、映像の仕事やってるわけじゃん今。映像とあと映画を作ってるわけでしょ。裏方があって主役がいるのね。だからなんかテレビを見る時でもさ、映画を撮る時でもさ、やっぱりその役者さんとか脚本家とか監督だけに目が行くけど、普通の人はやっぱりその裏方さんがいて初めてそういうものができるっていうさ、ものすごい人数で作ってるんだよね一個の作品を。配信とかはさ、手軽にポーンって自分で上げて、もう一人で全部やってるけれども、ああいうね、そういう舞台とか、そういう大掛かりなものっていうのは、裏方さんの人数も演者さんの何倍いるかって話よ。一人
人じゃ作れないからあのクオリティができるっていう、うん、だから裏方も大事な仕事だと思うよ俺は、うん、裏方さんも作品の参加者だよ。だからスタッフさんに対するリスペクトが 深まったねだいぶ。その現場監督もそうだし、プロデューサーさんもいて、照明さん、音響さん、カメラマン、アシスタント、司会進行、それから AD さんもそうだし、うん、いろんな人がいて一個の作品を作ってるんだよね。そう、花形はあくまでね俳優さんだけどね。だからよく言われてるのが、その現場の主役、撮影の時の主役は裏方だよっていう。カメラマンが主役だし、音響さんが主役だし、放映されたりするとそれは逆転するんだけど、それはね、現場入るようになってよく分かった。現場が主役、偽物さんいらっしゃい。北郷さんとたけしさんとくどかんさんとわずさんにフォーショットが見たかった。近かったらな、東京まで行けなかったと。今日でもあれだよ、リスナーさんいたらしいよ。チケット手に入らないはずなのに、なんかね、 LINE か DM か来てたな。なんかありがとう、歌ありがとう、歌アイテムありがとう。この3分間でお茶爆50、お茶爆100投げれるんで、もしね、お金持ちの人がツイキャス見てましたら、3分間で、お茶爆タイムなんで、お茶爆よろしくお願いします。お金に余裕のある方だけで結構ですので。まあでもね、まだまだ俺の実力はそこまでいってないからね。うん。実力をつけていきたいよね。応援して。うん。応援してね。うん。ありがとう。こいつは当たり前のことを誰に向かって偉そうに講釈垂れてるの？ちびっこ向け？ここの放送おっさんしかいないけど、どうしたの？なんか嫌なことあった？俺は詐欺師じゃないよ。俺は詐欺師じゃないよ。人を騙せるほど頭が良くない。俺は詐欺師ではないです。そんなに賢くありませんから安心してください。鮫島さんからブロックされてる。うわー、ありがとう天さん。お茶爆50、あ、うわ、お茶爆100じゃん。お茶爆100、ありがとう天さん、ありがとうございます。あ、そうなんだ、ごめんごめん、俺アカウント名が違うしサムネの雰囲気が違うから全然分かんなかった。で、そっちのサムネの方が俺可愛いと思うよ。そっちのサムネにすればいいじゃん。あ、そうなんだ、なんかメイクが似合ってる。大人に当たり前のことを当たり前に語ってるの、何が気に入らないの？うわあ、ありがとう、ありがとう。ボタンさん、お茶爆50、ありがとう。サンキュー。うわあ、ありがとう。アウトレイジさん、お茶爆50、ありがとう。ありがとうございます。ありがとう、みんな。お金持ちじゃない。お金に余裕のある人だけでいいよ、アイテムくれるの。みんなも生活かかってるだろうし。ありがとうね。うん、秋を、何なの？秋を。なんで突っかかってくんの？気に入らなきゃ、気に入る放送を見ればいいじゃん。当たり前のことを言って何が悪いの？うん。いや、俺雰囲気、まあこっちもいいけどね。なんか、イメージ変わるね、写真で。なんか、向こうのサムネの方がなんかエキゾチックな感じがしちゃう。なんかこう、エロいね。エッチだね、だいぶね、うん、
まあまあ、写真はね、照明の加減とかあるからね。はい、山本さんいらっしゃい。小川さんにちょっかいかけるなんて何？小川さんにちょっかいなんかかけてないよ。何？小川さんにちょっかいかけるなんて。何もちょっかいしてないじゃん。もともと小川さんからコンタクトがあっての出会いなんだから。何にもちょっかいかけてないよ、俺。二人でやりたいことやってんだから。でも小川さんもう政治家になるでしょ。船橋市議会、NHK の党から出るでしょ。俺は何もちょっかいなんか出さないよ。小川さんの活動を応援してるだけだよ。仲間だもん。逆に俺がいつか小川さんにちょっかい出したのか、馬之助答えろよ。何のことちょっかい出したって。何にもちょっかい出してないよ俺は。何の話？おお、谷さん久しぶり、こんばんは。なに、また一種の放送やらなくなったの？どう、最近元気？谷さん、こんばんは。俺結局谷さんの顔まだ見れてないんだよね。なんか谷さんめちゃめちゃ美人って聞いてるから、俺谷さんの顔見てみたいのに、まだ俺谷さんの顔と声知らないんだよね。お前に直に話した方がいいな、ワド。LINE 突ってこと？全然いいよ、電話したかったら。突かける？準備するけど、電話かけてくるんなら。直に話す？なんか言いたいことがあるんだったら全然受け付けるけど。医師の大会したんだ。ああ、もったいない。裏方は本当に大変な仕事って思います。いずれ TN ゴーン。事務所に所属するかどうかはね、無理だと思う俺は。事務所に所属するのは。フリーランスだから言いたいこと言えるんだもん。事務所に所属してるタレントさん大変だよ。TN ゴーン。ねえ。いや、だって羨ましいんだよね。今日もね、北郷さんの話聞いててね、やっぱ師弟関係ってかっこいいなとか、やっぱ仕事としてちゃんとやってるからね。マスクマジックなんだ。谷さんのでもなんかどういうイメージなのか気になるな。まあでも石野が面食いだから、まあまあある程度ね、谷さんが美人だろうなっていうのは、実は石野とね、こうやって一緒に生活してるっていうのを聞いたらわかるんだよ。石野、ブチャイクな女の子に、おいブスって言っちゃうタイプだから。だからね、石野が、一緒にいるっていうだけで、ある程度、あ、谷さん綺麗な人なんだろうなっていう想像はつくんだよね。あ、仏教の勉強ね。お、俺、昔からずっと言ってたんだよ。それこそ4年ぐらい前から。お前はいつか仏教に出会うって言ってて、俺は宗教嫌いっすからって言われてたの。頭くるだろう。でも、もうあいつの思想を聞いてて、お前仏教読んだ方がいいよって言ってたの。まあまあ、年齢だろうね。年齢だよ。瞑想ね。歳だよ、歳。石野も。でも、石野は仏門叩いてもいいと思うよ。それこそ。仏門叩いてもいいと思う。仏教に関心が湧いたか。石野に言っといて、スッタニパータとか、ダンマパダっていう原始仏教を読んだ方がいいって。上座部仏教とか大乗仏教とかわかんないだろうけど、原始仏教だったらあいつが言ってることはわかるはずだから。宗派がたくさんあるのよ。美人じゃないけどブスでもないって石野さんは言う。いやいや、美人なんだよ。照れ隠しだよ、照れ隠し。隠れたところでも、俺はね、あんまね、自分からね、アピールするのあんまり好きじゃないんだよね。なんか、自分頑張ってますみたいなやつってダサくない？
なんか普通に、ああ、ありがとう、サムネ変えてきていいじゃん、ゆうこちゃん。っていうか、あれだな、俺は、コテハン統一してほしいな。どっちがどっちだか分かんなくなっちゃうから。おい、ゆうこちゃん、花火ありがとう。ゆうこちゃん、こっちの方がサムネいいよね。素敵だよ。そうそう。こっちの方がいい。あのね、俺ね、頑張ってますアピールするやつと、なんだろう、俺はやってますアピールするやつって、何もやってないやつだし、頑張ってないやつだと思ってんの。頑張るのなんか、どの業界でも、どの世界でも当たり前のことだから、みんな頑張ってるんだよ。それこそ、アルバイトですら、派遣社員ですら、頑張ってない人なんかいないんだよ。みんなそれぞれ本気を出して頑張ってると思ってるから、だからその頑張ってますアピールをするのって、もう大人になれてない子供なだけだと思ってんのね。そう、頑張ってるねって人に評価されて初めて頑張ってる、頑張った行為が認められた行為だから、人にその認められない限り頑張ってるうちに入らないと思ってんだよね。判例統一してもらえると俺はありがたいかな。なんか2人分覚えないといけなくなるから。なんか毎日毎日さ、いろんな人が来るから、1人が2つコテハンあると、要はね、俺がよく言ってるのは、サムネイル、要は画像が変わると顔が変わるのと一緒で、名前が変わるのは戸籍謄本を変えるのと一緒だから、俺からすると、え、サムネイル変えたっていうのは顔整形したっていうのと一緒なの。で、名前変えたのは、え、国籍変えたの、戸籍謄本変えて名前変わったのみたいなノリだから、別な人だと思ってほしいね。なるべくね、サムネとね、コテハンは統一してもらえると。で、ましてや LINE とかも来るわけじゃん、DM とか。Twitter とかで別の名前で、向こうは私わかるでしょみたいなノリで話されても、俺からするとこの人誰なんだろうっていう風になるからさ。おい、やばぞ、お疲れ。この前カオスと話してすげえ楽しかったよ。あいつすげえかっこいいね、カオスね。ああ、カオスすげえかっこいい。やっぱね、いいわ。っていうかカオスなんか知ってたじゃん。なんか俺調べたんだよ。THC が入ってないだけで、B なんとか。あれ、合法なだけだよ。あれ、マリファン成分。そうそう。ありがとう。絶対こっちの写真の方がいいよ。かわいいよ。絶対こっちの方がいい。あ、来た。大義とかいうやつ。義も、全然大きな義を背負ってない大義。ただの姑息な悪口書いてる卑怯な人間いらっしゃい。くしゃおじさん、お疲れ。いらっしゃい。楽しんでて。俺、大義とかいうこいつ大嫌いなんだよね。大きい義って書いて。なんて読むんだ、大義って読むのかわかんないけど。不器用すぎて損してる。いや、俺かっこいいなと思ってるけどね。いいんじゃない？不器用だよ。あの生き方とあの顔はなかなかできないよ。あの雰囲気醸せ出せないよ。で、別に配信で売れることだけがさ、人生にとって、ね、いいことではないから。見る人が見たら分かるわけじゃん。あ、かっこいい生き方してるなって。大谷さん、バーガーありがとう。かっこいい生き方してるやつは顔に出るから。俺はカオスはすげえ好きだよ。カオスも石野もすげえ好きだよ。パフェありがとう、谷さん。ありがとう。いつもありがとなんかでも、やっぱり、そのさっきの話に戻るんだけど、数字、要はお金って俺数字だと思ってるけど、数字だけ追っかけてもね、やっぱ幸せになれないっていうことがよく分かったよね。なんかね、その、まあ、おとといか、撮影があったんだけど、その人アーティストなんだけど、すげえ、結構かっこいいアーティストで、まあ、俺の言ってるアーティスト、ネタで言ってるアーティストとは違くてさ、本当のアーティストなの。で、やっぱすげえ最高にクールなんだよね。和道さん、こうでこうでっていろいろ話すんだけど、その人がね、この前かっこいいこと言ってたんだよね。言葉っていうのはバカのツールなんですよって。喋りが上手い人、頭がよく見えるじゃないですかって。
喋るっていうことでしかコミュニケーションできないのはバカなんですって。面白い着眼点じゃん、はぁと思って、面白いなと思って。でも説得力があるんだよね、やっぱり。言語っていう不完全なツールを使ってコミュニケーション取るのはバカのためのツール。要はバカだから喋らないといけないって。本当は人間がやりたいことっていうのは言葉なんていらないんだって。恋人を愛するように自分の子供を愛するように、全ての人に対して愛を持って接することができれば言葉なんていらないんだっていう。だから音楽とかさ、喋らなくていい、歌えばいい、表現すればいい、演奏奏でればいい、映像で見せればいいって。そうそうそう、だからバカツールっていう、言葉自体、言語自体がバカのツールだって言ってて、すごい共感できるね。カオスさん、マトオーラが日本人離れした。まあ日本人じゃないと思ってるからね、俺は。ルーツが日本にあるだけで、日本人ではないと思ってる。だから、もともとのコテハン、地球人クソカスカオスだから、あれは正しいんだよ。俺は日本人じゃなくて地球人。いや、地球に住む民だっていうことをずっと言ってたの。そうそう。だから日本人離れしてるって言ってるのは正解だよ。それは正しい見方だよ。要は俺のレゾンデートルは、日本っていう国じゃないんだよって言ってるんだから、本人が。それは彼が言ってることだからね。汲み取ってあげないと。かっこよかったね。本当に映画みたいな生き方してるよ。で、映画みたいだねっていうふうに言った時に、当たり前じゃんって。映画っていうのは誰かが作った、誰かが体験した物語を映画にしてるだけなんだからっていうのはすごく共感できる。本当に声ありがとう。すごく共感できるね。カオスさんかっこいいね。あとね、優しい、すごい優しい。カオスは俺はわかるんだよ。あのね、カオスの最大の魅力は優しさなんだよね。いや、まあそうでしょう。いや、それはさ、俺とかが語ることじゃなくてさ、カオスが背負ってるカルマなんだよね。カオスが苦しんでることだし、要はそのまあ生い立ちだったりとか、その彼が日本を飛び出る理由になったんじゃないの、その若い頃。俺たちとは背負ってるものが違うんだよ、多分ルーツで。だからそれはさ、カオスが語ればいいと思っていて、俺らは憶測でしかできないし、日本で生きることが壁になってるのはわかるけど、でもね、俺はね、その日本に生きてなかったら、俺は多分あのコラボはできなかっただろうし、俺はカオスのことを知ることはなかったから、でしょ、海外にいたら絶対俺はカオスと触れ合うことはなかったから、むしろ俺は俺と出会うために日本にいるんだろうって俺は思ってるけどね。あの時に俺はカオスと俺が出会って、わかんないよ、俺はカオスと仕事したいと思ってるから、本気で。仕事っていうのは金を生むっていうことじゃなくて、彼と何か一緒に作品を作りたいと思ってるから。それはこの前のコラボもそうだし、対話でしょ、彼と俺で作ってる表現だから。コンティニューコインありがとう。もちろん俺だってね、日本から飛び出たいっていう気持ちあるよ。でもまだ心がこう、そういう状況ではないかな。いや、カオス苦しい。あのね、俺違うんだよね。この前ね、カオスにね、聞こうと思ったんだよね。あのね、カオスはさ、記憶がない、記憶がないっつってるけどね、俺多分ね、オーバードーズしてね、あれね、脳梗塞ね、あれ多分ね、相当オーバードーズしてね、自殺したんじゃないかって思ってんだよね。そう。まあだいぶ治ってきて、その辺今度会ったら聞いてみたいね、仲良くなったらね。まあでも本人が覚えてないっていうことは知らなくていいことなんだけど、
俺はね、なんかそういう何かを背負って生きてるように見えるんだよ、あのカオスは。だから生まれ変わったんだよ、一回死んだんだよ、カオスは。うん、4回死にかけてるって言ったのが本当のことなんだよ。俺は4回死んでる人間だからって。それはね、なんでかっていうとね、その昔からなんだけどね、やっぱね、死の匂いがする人間が好きなんだよ俺。まあノリコもそうだけど、死の匂いがする人間っているんだよ。そう、なんか今のカオスからそれを感じないけれどもね、やっぱりね、ちょっと感じたんだよね。危険な匂いがする人間っているんだよ。うん、カオスいいやつだよね、うん、でもね、カオスと DM でやり取りしてるのは今でも覚えてるね。カオスじゃなくなってたんで、よくあそこまで回復したよな、本当に。本当もうダメか、もう無理だろうなっていう風になってたもんね。本人はまだ全回復してないと思ってるけど、 だいぶ良くなったよね。8割ぐらい戻ってきたんじゃん。言葉が思い出せなくなってるだけで。いや、最初の退院した時なんかもうね、ひどかったもんな。人間ってすごいよね。脳みそがね、何分の1かぶっ壊れてもあそこまで回復して脳を開くんだから、あれはすごいよ。まあちょっとね、睡眠薬飲みすぎなのが気になるけどね。でもなんだろうね、カオスみたいな人の放送が楽しくなくて、なんかね、汚いもの食ったり罵声浴びてるバカの話がウケるっていうのが俺は納得いかないけどね。あ、俺も覚醒してると思うよ。いや、まあ俺とコラボしたっていうのはそういうことでしょ。本人気づいてないけど。あと、デザインとかもすごい良くなってるし、すごい冴えてると思うよ。もちろん、失ったものは元に 100% 戻らないけど、新しい部分の才能がガーって来てるっていうのは俺も感じる。昔のカオスだったら絶対俺喋ろうと思わないはずだし。だから、いいじゃんっつって、喋ろうよ、喋りたいからっていう、その、なんだろう。今を生きてる感じするよね。そう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 。変わったよね。うん。なんかすごい喋りやすいし、うん。むしろ食われたぐらいに思ってるからね、前回のコラボは。うん。俺全然喋らないで聞き手に回ったじゃん。俺ね、俺が喋るときって、こいつつまんねえからフォローしないとって、リスナーさんをフォローしないとって思うんだけど、面白い人との会話、俺自分より賢い人と自分より面白い人がいたときって俺黙るの。それはもう自分よりも面白い話をするときは俺は黙るべきだと思ってるから、そう、俺が喋ってるときは俺よりつまんねえやつと喋ってるときだから、うん、デンさんお茶ありがとう。私の知り合い脳半分ない人が2人いるよ。いろいろ覚え直してたよ2人の。ねえ、脳半分っつったらね、普通やばいけどね。脳出血しちゃったんだ。言葉出にくい。いやー、もうでもね、俺はね、
俺という人生をもう本当にもうちょっとなんだよね、欲しいものが手に入る、あと少しまで来てるんだよ。だいぶ完成しつつあるよ。でもあと少しがはるかに遠いんだよ。いいとこまで来てるんだけどね、なかなか手に入らない、欲しいものが。もう少しでね、俺はね、中学2年生の時になりたかった自分になれるんだよね。あとちょっと、このあとあとちょっとが遠いんですよ、なかなか。もう少しでね、もう少しなんだけどね。おはよう猫の目、おはよう、猫の目ありがとな。俺と猫の目しかわかんないけど、ありがとな、すごく嬉しかったよ、感動したよ、ありがとな猫の目。これは俺と猫の目だけ分かればいいから、ありがとう、嬉しいよすごく、ここ3日ぐらい救われたよ、ここ2日ぐらいか、猫の目ありがとな。キモい、俺はキモいよ、俺今走ってるからね、本当に捨て頃負けたくないんだよね、そう、もう格闘技人生でやるの最後だって分かってるから、絶対に多分人と殴り合うっていうね、捨て頃試合ボクシングっていうの最後になるの分かってるから、勝つか負けるかじゃなくて、そのやりきった感覚が欲しいんだよね。あ、でも今日言われたね、久々に会った社長さんに、痩せたねって、ジャージ届いた、着てみようかな。みーすけからジャージ送られてきたんだよ、インナーと、着てみようかな、嬉しい、トレーニングウェア、しかも俺が好きな黒色を送ってきてくれたから分かってんなと思って、ナイキの高いやつだよあんなの、肉もいくらするか分かんないけど味で分かる、高級肉だよ、俺なんかが食っていい肉じゃないんだよ、ああいうのはさ、本当に何だろう、何だろう、1000万2000万稼いでる人が食うような肉を送ってくれて嬉しいよ、あんなうまい肉食ったことないよ俺は。あ、でもね、思った、本当に。なんだろう。なんだろうな。こう、今、この瞬間をどれだけ生きれるのかが課題だな、もう、今後の人生は。30過ぎてようやく分かってきたかな。もう、後とか先とかじゃなくて、今、この瞬間をどれだけ生きれるのかだよ。本当にもう未来のこととか過去のことを置き去りにして、もうこの流れる、ここでしかできない瞬間に何をやっていくのかっていうのが生きるってことなんだって。そう、俺らには時間がない。俺ら若い頃はさ、10代の頃20代の頃なんかさ、時間って無限にあったわけじゃん。要は死ぬっていうことを知らないんだ、死ぬっていうことを知らないんだよね。俺酒飲んできたね、北郷さんとさっきまで飲んでた、北郷さんとプロデューサーさんと飲んでて、そうで、まあ今年初めてだったから北郷さんといろいろお話聞かせていただいて、でまああと、ちょいちょい打ち合わせとかね、いやいい経験させてもらってるよ本当。自分に酔ってる？ああ、何？自分に酔ってる？ああ、どうだろうね。自分のことは好きだけど、わりかし、お前と違って、俺は自分のことを、自分のやってることに誇りを持ってるし、
毎日悔いのない生き方をしてるから、うん、やることやってるし全然 OK、うん、自分に酔えないぐらいの生き方をするんだったら死んだ方がいいと思ってるから、パンクスだから俺は、パンクス、パンクロックだから。コンティニューコインありがとう。何の悔いもないですよ。ただ手に入れたいものはまだ手に入ってないかな。うん、ありがとう、お茶爆ありがとう、サンキュー。まあでも大事なことは諦めないことだよな。なんか諦めたり行動しないやつ腐るほど見てきたけど、みんないなくなったもんね。中途半端なやつは才能なんかいらないんだよ、うん、ただただひたむきに夢を追いかけてそのやることやってれば夢なんて叶うんだよね。叶わない夢なんかないんだよね。全部叶うと思うよ。ただあとはその情熱と行動があれば、あと仲間、うん、助けてくれる仲間がいればなんとかなると思う。河本ひろとみたいになりたいね。まあ一個の例えだけど、うん、まあそれを河本ひろとという人もいればね、ビートたけし松本人志っていう人もいればね、ジャスティン・ビーバーって言ったりマイケル・ジャクソンって言ったりいろいろあるんだろうけど、うん、もっともっと手に入れたいよ。あとはまあ心の解放だよね。心が豊かになりたい。うわーありがとう。どうしたの。お茶爆100ありがとう。ゆうこちゃんありがとう。あざます、ありがとう。助かります、本当に絶賛助かります。超今日たくさん花火いただけて嬉しいな、ありがとう。お礼と言ってはなんだけど俺でオナニーしていいよ今日、うん、特別大サービス、俺のことでオナニーしていいですよ今日は。普段はねアイテム投げない人はダメだけど、おいコンディニコインありがとう。まあでもなんかあれだな、テルが減らってるらしいからちょっとテルに会いに来てえな。うん、してして、うん、していいよ全然。花火の数はオナニーの数だから。ありがとうボタンさん、ありがとうございます。いただきます、ありがとう。ボタンさんからお茶爆いただきました、ありがとう。みんなねえ星さんになるよ、なるでしょこんなに投げたら、うん、ありがとうございます、あざす。結局さ、なんだろう、
俺は本当にガキの頃、なんだろう、もう生きるのが辛くて辛くてさ、なんかこう無限に生きないといけないっていう苦しみがあったけどね、今逆だよね。本当に人間の一生なんてもう本当にたかが知れてるんだなっていう、一瞬、本当に一瞬の時間しか生きられないんだっていうことがよく分かった。もうすぐ終わる。で、もう本当にね、1個か2個だよ。本当にやりたいこと、本当になりたい自分なんて、叶えるのなんか1個か2個だよ。1個か2個。なんかね、それはね、やっぱり、あれだな。切ないね。その1個か2個を見つけられるかだからね、若いうちに。年取ってからもできるけど、やっぱ心のハードルが上がっていくわけですよ。心のハードルが。だから、まあ、最後のチャンスが俺は30代だと思って、新しいトライすることは。30歳までにトライしなかったことは、もうその後の残りの半分の人生でできないと思ってて。そう。だからもういろんなことやってきたよ。もうバンドもやったし、ライブハウスもやった、会社のね、経営もバカなりにやってみた。まあだから学校は行かなかったから、もう大学には行くことはないんだろうけど、あと配信もやった、ボクシングもやった、で映画、映画かな。あ、そこだな。もうあとは、それを、あとはね、新しいことはもういいかなと思ってるから。あとシルバーがね、楽しみだね。シルバーは絶対ね、一個作りたい。まだあるね。あ、このシルバー作りたいっていうのが。意外とね、俺はね、映画とかじゃなくてね、シルバーがね、結構残りそうな気はするんだけどね、自分の中にね。意外と評価されそうなのシルバーな気がするんだよな。なんかそんな予感があるんだよね。なんかやりたいことやろう。俺らはやりたいことやろう。一回だから。一回。愛はどっち。たった一回できることをやろう。本当にやりたかったことをやろう。それ以外のことは他の人に任せよう。ツイキャスのミラーするなよ。ツイキャスミラーなんかしてないっすけど、僕。どういうこと？ツイキャスミラーするなって。ミラーしてないよ、俺。なに、俺、タバコのミラーなんかしないんだけど。何、ミラーって。何の話？リア凸企画やりたいな。確かにリスナーさんと全然触れ合ってないかな。なんかやろうか、今度リア凸しやすい企画。 YouTube と声違う俺今リアルタイムで。え、本当に？ああ声、ああああ、そう、声違う。なんだろう、 YouTube 動画とってこと？いや、使ってる機材一緒だけどな。
なんか音違います？今日。全然俺は自分の耳で聞いたら変わらない感じだけど。なんか変？今日の音。普通じゃない？音が悪いってこと？いや、過去の？わかんねえな。おお、ひでままいらっしゃい。見つけた。コンティニューコインありがとう、ひでまま。リアドツ行きたい。ステッカー売りつけるよ、ステッカー。ステッカー買って、ステッカーみんな。これ、ステゴロ3のステッカーと、ステゴロ2のステッカーと、ステッカー4種類になったよ。シール買ってね、みんな。お茶ありがとう。リアドツ、でもね、俺、女の子のリアドツ、嫌じゃん、なんか、恥ずかしいんだよね。女の子のリアドツ嫌だな。恥ずかしい、すごい。キャスでも見つけちゃったってねえ、ひでままもね、東京だったらね、絡めるのにね、気軽にね、気軽に絡みたいよね、ひでまま。ステッカー郵送販売やってるよ。やってるよ、やってる。全然問い合わせが全然来ないだけでやってるよ、郵送販売やってます。 DM か LINE くれれば。オカマ、いや俺全然性同一性障害とかオカマとか、ロハコさんゲイだし、知ってる？ひでまま、ロハコさん全然友達多いよ。俺偏見ないけど、ただ俺がのんけなだけで、友達でオカマ、性同一性障害、ゲイ、なんでもいいよ、うん、別に。だってさ、俺がたまたま女の人を好きなだけであって、男の人が男の人を好きになって何が悪いのって、女の人が女の人を好きになって何が悪いのって思うもん。思わない？こんなんほっとけよな。男に生まれて女の服着たいって、着りゃいいじゃん。誰を傷つけるんだよなあ。誰を傷つけてんのって。人を好きになるのに理由なんかないし、うん、好きな人をね愛したりとか、好きな人をね好きだっていうのに何が悪いんだよな、うん、俺はそう思うよ。そんなん他人がとやかく言うことじゃないし、うん、お前のこと好きじゃないけどその意見だけは同意。いや別に俺のこと好きじゃなかったら同意しなくていいよ。同意しなくていいどころか、俺のこと好きじゃなかったら見に来んじゃねえよバカ野郎なあ、ふざけんなよな。好きな人のために開いてんだ。お前俺の放送見る権利ねえわ。意見に同意じゃねえよバカ野郎、うん、いや俺全然偏見ないよ。だから告白されたことも何回もあんの。そのゲイ受けが半端じゃないから、だからちゃんと言うのね。いやごめんねって、すごく嬉しいと。君が僕のことを好きだって言ってくれるのは嬉しいんだけど、あの僕はあの申し訳ないんだけど、チンコが立たないとあのもうはっきり言うから、俺はチンコが立たないってことは、俺は多分のんけなんだと。俺は経験ないと。で別に偏見はないと。だからもう思う存分俺でオナニーしてくれっていうね思う存分著作権肖像権フリーだから、そう、 そう別に。だってさ、もう年取ってきたらさ、別にさ女のケツを追っかけるのもだるくなってくるわけじゃん。もう仲間とさ、居心地のいい仲間とさ一緒にだべってりゃいいんだから。そう、もうだってじいさんばあさんになってきたらもう男も女もなくなってくんだよ。好きに男も女もなんかくだらないと思ってて、っていうかもともと日本ってあの侍が男色って言ってさ、修道とか言ってさ、あの侍たるものをその男を知らないとっていう世界観だったわけじゃん。だから日本なんかゲイ文化だったんだよもともと。もう男と男、ボーイズラブ発祥の国どころか文化がそういうレベルだったわけだから、別にさ男と男がセックスしてね、そんなことよりももっと重要なことあるだろうっていう、うん、
手こきされるのが好きだと聞いて好きになったよ。ああ、まあ嫌いじゃないね、うん、いやなんかね、こう性癖がね、いろいろと変わっていくんだよね、うん、なんかスローセックスが好きなんですよ僕は。スローセックスが好きなんですよ。そう、より深くです。はい、そう、もういいのよ。なんかこう獣的な、なんかこう性欲とか浅い俺からすると、うん、まあ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 、でも別になんかそのLGBT とか言うけど、うん、いいじゃん。いろんな人がいるから面白いんだろうっていう。ただね、俺ね、芸人とかでもたまにいるけど、本当はゲイじゃないのにゲイキャラとかはやだね。うん、かっこ悪い。ゲイならゲイって堂々と言えよって、配信でもそうなんだけど、オカマキャラとかはダメだと思ってて、要は俺はフェイクが嫌いなんだよ、フェイクが。キャラクターとか金儲けたいのか人気集めたいのか何なのか知らねえけど、てめえの生き様さらせねえような生き方してんじゃねえよゴミが、この野郎って。ああ、そう思わない？お前が正しいと思うことがお前の中にある真実なんだって。その自分の中に真実、自分の中の真実すらないやつ、もしくは自分の中の真実を疑ってるやつ、信じられないやつ、そんなの全部フェイクだよ。俺の前に現れるんじゃねえっていう。ゴミでもいいから、偽らない人が好きな、うん、クズでもいいの、ゴミでもいいの、人を傷つけなければ、私はこういう人間ですっていう確たるものを持ってる人が好きだね俺は。評価されてないとしても、周りから批判されてるとしても、自分らしく生きてる人は素晴らしい人だと思う。俺はそういう人を大事にしたい、そういう人が好き俺は。周りの評判だか人気取りてんだかなんだか知んねえけど、そういう姑息な人間とは付き合いたくない、うん、ありがとう。だいたいさ、俺はさ、最近の配信のさ風潮も嫌いなんだよ。配信者が芸能人ぶっててさ、なんかチヤホヤリスナーにチヤホヤされてんだか、閲覧が多いんだかなんだかわかんねえけどよ、そもそもよ、リスナーさんと配信者なんてさ立場なんかなかったんだから。役割はあったよ、そのなんつうの、コメント書く聞く人とさ、喋るもてなすホスト側っていうのはあったけれども、その基本的に平等で同じ目線だったと思うんだよね。でもね、なんかね、俺はね、リスナーさんが配信者をチヤホヤチヤホヤするのも嫌だし、配信者が調子気取って芸能人だかなんだみたいなでかい面してんのも俺は気に食わないんだよね。なんか、あ、そういうもんだったっけみたいな。だっせーな。なんだかコンプレックス溜まってんだかなんだか知んねえけどさ、若い頃、かっこよく生きれなかったんだろうな、多分な。かっこいいやつは何やってでもかっこいいから、うん、かっこつけてるやつとかっこいいやつは別、うん、俺はかっこいいやつが好きなのであって、かっこつけてるやつは嫌いだから、かっこよくなれよっていう。かっこいいやつは何やってもかっこいいんだよ。何をやるのかじゃなくて、誰がやるのかだよね。誰がやるのか。
明日カメラ撮るか。明日動画撮ってみよう。なんか作品作ろう。最近撮ってねえかんな。どんな映像を撮ろうかな。源ちゃんが作った曲のエンディングの PV 作ろう。忘れてた。そうだ、エンディング曲作ろう。そうしよう。セフィゾン寝たんじゃないの。 FX 調子いいんだ。へえ。あ、でもね、最近ね、ロム線さんの需要が分かってきた。よくよく考えたらね、寝やすいかどうかってすごい大事だね。俺寝るときに人の声聞きたい人だから、なんかね、寝る時の BGM で使ってくれてる人とか、運転中とか、なんか人の声聞きたいなっていう時にね、こう何かをしながら、作業とかしながら聞いてくれてんのありがたいなって思うようになったね。俺結構、そのひろゆきの生放送のアーカイブとかいろんなの見るんだけど、リュウグウ靴いいよ。でもね、あそこはね、レンズ、新しいレンズを買わないとダメで、要はね、レンズって幅があるの。広角レンズとかあるでしょ。スマホだってさ、レンズカメラ小さいから3000円とかでレンズ買えるけど、カメラの10万ぐらいするレンズ買ってさ、こう幅を広くしないといけない。もう洞窟のギリギリまで背にもうピッタピタにカメラつけて撮ったんだけど、幅が狭いから要は撮れなかった。あの幅でしか、本当はね、天井は洞窟になってるんだよ。上見ると穴が開いてんの。岩山、岩の洞窟なのに上に穴が開いてんの。吹き抜けになってんので、海から波が入ってくるの。あそこはね、広角レンズ買ったらもう最高だよ。最高で、映像の撮り方も分かってきたから、あそこもう一回チャレンジだね。あそこはね、もともと行きたかった場所の一つだったの、カメラ始めた頃から。よかった、行ってよかったよ。苦労したけどね、夜真っ暗で電灯のないところで、もう一回行こうね、一緒にね、みんなで。なんか綺麗なロケ地があったら行きたいな、撮りたいね。綺麗なものをたくさん映像に収めよう。よかったよ。多分ね、綺麗なところがいっぱいあるんだよ多分。まだまだ寒かったよ。充電も切れたし、心折れそうだったよ。あの写真一枚撮るのに何時間かかったか。いやー、もう痛かったもん、指先から何から、凍えながら撮ってたよ。でもね、だから綺麗なんだろうね、だから感動するんだろうね。まあ、ツイッターのヘッダーはその写真にしてるからね。
沖縄行きたいよ。沖縄行きたいよ。ハーレーダビッドソンにゲンちゃん、サイドカーに行こう。友達の怪人、そんな道具。それはあれですね、予算がもう、予算が半端じゃないほど、大掛かりな、もうハリウッド級のクルー連れてきますよね。200人規模で撮らないといけないんで。カレオさんお疲れ様です。ねえ、コンビニのおばちゃん、コンビニのお兄さんが、ああ、違う、コンビニの店長であれ、多分深夜にやってる、おじいちゃん。ねえ、充電させてくださいって言ったらいいよって。うん、沖縄行きたいね。あ、沖縄行きたい。うん、沖縄、綺麗だよ。だって、どこ映しても絵なんだもん。もう、ロケハンいらない。カメラを構えた瞬間に、もう、海があって、空があって、緑があって、可愛い女の子がいるんだよ。楽園だよ、本当に。ただ住みたくないけどね。暑い、飯まずいから。ただもう撮影に行ったらあんなバカンスよ。だから現実を忘れるところだよ。楽園だよ、楽園。沖縄行こうね。北海道も行こう、北海道も。いいよ。あと廃墟とかね、路地裏とかを撮りたい、うん、廃墟とか路地裏とか、こう光が当たらない場所が好きなん。光が当たらない場所をね、綺麗に映したい。そう、なんかノスタルジックっていうのかな、そのね、テルと沖縄行ったね、うん、いいよ、うん、旅行きたいな。バッグ背負ってね、バッグ1個背負って行きたいね。またいこう。いやー、映像面白いよ。映像面白い、うん、あれ欲しいんだよな。よくよく考えたらさ、レール引くってこうやって台車で引くとか言ってたけど、あのなんだっけ、あるんだよ、三脚の上にレール乗せて横にスライドしたり縦にスライドするスライダーあるから、あれなんていう機材なんだろう。あの三脚の上にドンってレール引いて、ちょっと幅は限られるけど、あれでドリーズームできるじゃんとか思って、うん、そうなんだよね。よくよく考えたらそうだわと思って。あれなんていう機材、スライダー、なんかあんだろう。ジンバルも欲しいな。こう、ね、動画だからね。明日多分ね、プラプラ東京を撮る配信やるよ。プラプラ、あ、充電しようか、村忘れてた。よいしょ。じゃあそろそろお別れの時間かな。今日もありがとうございました。ちょっとね、あの仕事でバタバタ。スライダードリーっていうんですね、スライダードリー。ちょっと後で検索して値段見てみます。いやー、今日もね疲れたんですけど楽しかったですね。皆さんありがとうございます。今日ありがとうね、みんなたくさんお茶バクとね、花火をくださって本当に感謝します。あのもう花火5発とかね、一枠でもらうなんてね、最近なかなかないんでね、非常に嬉しいです。ありがとうございます。あのね、また明日起きたらね、明日は予定入ってないんで、一日中配信ぶっぱなそうと思ってるんで、また明日来てください。それじゃあ皆さん、お疲れ様でした。おやすみなさい。
だけど自分を偽っては来なかった。今この物語を君に捧げるよ。何もなかったはずの自分の中から絞り出せたストーリー。あなたの苦しみ悲しみを感じながら叫ぶ、ただ一つだけ。 Stand by me, Stand by me, Stand by me.